皆様こんにちは。本日は第11回の後半でございました。徳永先生どうもお疲れ様でした。また萩原亮先生にも駆けつけていただきましてどうもありがとうございます。本日の後半では、私たちにとって大変重要で重大な判断が裁判所から下されましたので、まずその辺の解説と今後の行方、私たちの裁判の特徴について、徳永先生の方から解説をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。弁護士の徳永です。今日の裁判の報告なんですけども、何よりも一番大事なことは、今日裁判所が私たちが一番この裁判で重要視している萩原亮先生の証人尋問について、必要がないという判断を下したということなんです。萩原先生が証人として採用されたときには、この裁判最大の山場が訪れることになるわけでしたし、また朝鮮総連と朝鮮学校との間の不当な試合の関係ということを、さまざまな、証拠の意味合いを補充して、そして、その全体像というものをですね、裁判所にアピールする最良の証人だというふうに考えて、証人として申請していた先生なんですけれども、裁判所はその必要はないという判断を下した。この判断については2通りの解釈ができるというふうに思っています。で、一つは、悲観的な解釈、これは裁判所は、萩原先生の証言をもってしても朝鮮総連による朝鮮学校の不当な支配を認めるつもりが今のところないということですね。この悲観的な見方っていうのは伏線がありまして、実は今年の3月に判決のあった福岡で争われているこの朝鮮学校に対する補助金の取り消しや損害賠償を求めた裁判というものの判決がありまして、そこで敗訴しているわけです。私たちの側に立つ住民が敗訴しているわけですけれども、その控訴審の判断が9月に福岡高裁であったと。そして控訴棄却ということで取り消しを求めた住民側が敗訴した。同じように札幌でも、朝鮮学校に対する補助金交付を違法だとする裁判があったわけですけれども、これも同じように、この9月までに、敗訴している。おそらく裁判所はその流れを組んで、本件についても、その補助金の交付の違法性というものを認められないという判断を固めているのかもしれないというのが、その悲観的な見方の最大のものです。もちろん逆の見方もあります。それは萩原先生の証人尋問に対して兵庫県はそこに書いてあることについて反対尋問の必要を認めないっていうふうに言って、事実上そこに書かれたことを認めてきました。で、そのことについてですね、裁判所は陳述書をもとに、もうすでに萩原先生の方から出していただいている陳述書に書かれたことをもとに事実認定できるという状況があるので、それによって十分原告勝訴の判決をかけるという判断をしたという解釈も今のところでは成り立ちます。しかしこの裁判でその重要な点として指摘しておきたいのは、札幌の裁判、それから福岡の裁判は私たちの裁判と同じように朝鮮学校に対する、市や県の補助金の交付、それが違法だということを主張するものでしたけれども、私たちの裁判とは争点が違うということなんですね。福岡の裁判、札幌の裁判では憲法89条に公の支配に属さない教育の事業に対して、国や都道府県という公共地方公共団体は補助金の交付をしてはいけないって書いてるんですね。
これ全く、私たちから見たら、朝鮮学校に対する交付というのはそれそのものじゃないかというふうに思うわけなんですけれども、この点については憲法9条と同じようにですね、そこの書かれている憲法の字面と実際の運用の仕方っていうのは随分違ってきているっていう、この、2つの、まあ、2大憲法条項の骨抜きっていうのがなされてまして、私たちの方はですね、まあ、僕の個人的な考えとしては憲法9条は当然あの日米安保も自衛隊も認めているという解釈でいいんだというふうに言っているわけで、実質改憲だというふうに言っているんですけれども、こと89条に関してはですね、伝統的なですね解釈を私たち主張していて、それに対して私立学校への助成金を増やしていくという戦後の中の過程において骨抜きにされていった条文こそがこの89条の条文なんですね。でその憲法の伝統的な解釈にのっとって福岡の裁判そして札幌裁判はなされてきたわけなんですけれども、私たちはここでは勝つのは難しいなということで、そうではないところを想定します。それは現在の教育基本法16条1項というものです。そこには何書いてあるかというと、ご承知のように教育基本法というのは教育の在り方についての基本的な法律で教育の憲法というふうに言われているものなんですけれども、そこにはですね教育の中立性ということを守らなければいけないという配慮のもとで、学校の教育は不当な支配に服してはならないということが書いてあるんですね。不当な支配というのは何か、これを不当な支配をするのはあらゆるそういう有力者あるいはあらゆるその民間の権力も含めたそういう力を持った人たちということになるんですけれども、不当な支配っていうのは何かというと、まさにその団体の支配によって真実の歴史ではない、真実の知識ではない間違った歴史事実というものを教えられたり、一方的な観念思想そういったものを押し付けられたり刷り込まれたりするような教育ということで、これは私が言ってんじゃなくて有名な旭川学庭最高裁判決、昭和54年に出された判決なんですけれども、そこにですね教育基本法、当時は改正前の教育基本法ですからこれ10条だったんですけど、そこに書かれていた不当な支配っていうのはこういうことでこういうことはされてはいけないんだということで、そういう意見を主張してたのはまさに日教組の左翼教師たちなんですけれども、彼らの言ってることは正しいんだというふうに認めた判決がありまして、彼らが言ってて、それ最高裁が認めたその判断基準に照らしても今の朝鮮総連で行われている教育が不当な支配による間違った教育だっていうことは、まさに隣に座っておられる萩原先生たちが、まあ、それこそもう血の汗を流しながらですね、やってこられた朝鮮学校における教科書の翻訳だとか、その内部告発者の声を拾って、この光させという、月刊誌じゃないか、これは年2回、年2回でしたね、わずかな、いやそういう継続的な努力というものによって明らかにしてきたわけで、まさにそのことを裁判所に、訴えてきたわけで、その控訴審で敗訴した福岡の戦い、札幌の戦いとは全く違った様相を持った戦いなんだということを、まあ、裁判所はまだよく分かっていないではないかなというふうに思っています。仮に まあ、次回こちらに最後の証拠をまとめて今言ったようなことについて、主張する機会を与えてくれましたけども、仮に、萩原先生の証言の場がなかったとしても、この事件どっちが勝っても必ず高裁に行きますんで、大阪高裁に行きますんで、そこで先生の証言を、証人尋問を実現するということを必ずやりたいと思います。まあ、その意味では楽しみがちょっと伸びたということだと思いますので、まあ、楽しいことは先にあるということで、この裁判最後まで、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。今日はお忙しいところを、ね、駆けつけていただきました萩原亮先生には本当にもう足元のありなかありがとうございます。この今お手元にある光させ、はい、これは北朝鮮帰国者の生命と人権を守るべの理論誌なんですけども、今回はこの今年のこの12月5日今月の5日に、朝鮮学校の北朝鮮に行っていると
いう記事が出ているということで、ちょっとご紹介があったら、この朝鮮学校の実態等についてちょっとお話しいただけますでしょうか。そうですね、はい、それはここにありますように、これは今年の1月1日に新春公演というのは毎年平壌で、北の首都の平壌で開かれる。でそれはもう1から10まで金正恩という若い指導者の、あの人が偉大な首領であり、偉大な指導者であり、偉大な元帥でありということを褒めたたえる、そういう新春公演、歌や踊りで、それに対して日本の朝鮮学校からより抜かれた人たちが、子どもたちがですね、荒川小中学校を中心に20人、それから全国の優秀な、まあ、より抜き、彼らの言う踊りや歌が非常にうまいと、まあ、こういう人たちをより抜いてですね、40人の子どもたち、それに付き添いの先生だとか朝鮮総連の関係者が行きまして、総数が100人、まあ、今年の例で行きましたら今年の1月1日にはそれぐらい行って、でまあ多分今度も行くだろうと思ったこの矢先にですね、出発したその矢先に、あのキッチミドロの処刑ということが12月の13日にありましたので、今さら引っ返すわけにもいかんし、やらなきゃいかんと、やる以上は金正恩先生のみを信じて私たちは従っていきますというふうなね、こういうことを言わなきゃいかん、まあ、そういうまた演目になっとるわけだ、踊りも歌もそれをやらざるをえん、まあここまでですね、あのチミドロの血塗られた独裁者と朝鮮総連は一体ですよ、朝鮮総連の経営する学校が、朝鮮学校は一体ですよということを世界中に宣伝してくれるわけですから、我々にとってはもう絶好のチャンスで、大いにやってくれということで、もうそれこそが本質を示してると、朝鮮学校というのはこういうことを、こういう子どもたちを育てる学校だと、それに対して表現はですね、1億5000万を毎年毎年つかみ金のように出す、こんなおかしいことはどこにあるんだということをですね、徳永先生、原告の名橋先生やっておられます。そういうことに対して我々は何とかも連帯して、こういうことも暴露して、そして朝鮮学校というのはもう原告から弁護士が主張しておられるね、まさにそれこそが本質だと、朝鮮のあの独裁者を褒めたたえる、そういう人間を育てるところであるということがはっきりさせたい、まあ、こういうことを考えております。ありがとうございます。次回の後半、第12回後半は私たちにとっておそらく第一審の最後の弁論の場となると思います。年が明けた平成26年2月18日午後4時半から今日と同じ204号法廷で行われます。ぜひ皆様に傍聴にお越しいただきたいと思いますのと、まあ、この一審、まあ、もちろんその先もあるんですが、まずはこの一審判決、今少し厳しいような状態もありますが、まあ、最後の最後までですね、証拠を集めたり、いろんな関係者の人に協力を求めたりということで頑張っていきたいと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。最後に追加で、はい、今度は、ね、次回はね、見に来ていただいたらね、まあ、裁判所等に言って必ず弁の要するにただ陳述しますって言って渡すだけじゃなくて、自分たちはこういうことを言ってるんだということを、まあ、3分か5分ぐらいにまとめてですけれども必ず言えるようにしますんで、そこで胸のすくようなことを言ってやろうと思ってますんで、ぜひそれを楽しみに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。